皆さんこんにちは、バシです。現在時刻は8時38分。本日はアルゼンチンのメンドーサからチリの首都サンティアゴに向かいます。メンドーサとサンティアゴは地上では結構近いんですけど、間にアンデス山脈があるので結構時間はかかります。ただ車窓からの眺めは見どころです。到着したらもう今回のバスすでに来ていました。前日に予約しまして2万5000ペソでした。さあ乗り込みました。今回は前回のバスとは違ってだいぶ幅があって快適です。帝国通り9時ちょうどに出発です。今3時間半ぐらい走ったところで国境に到着しました。ここ3000メートルの山の上なんでめちゃくちゃ寒いです。チリ入国の際はこのように紙で情報を埋めます。オンラインでもできるんですけど、私は何回試しても弾かれましたので紙で行きます。さあ無事何事もなくチリに入国が完了しました。でチリ入国の際このように紙をもらうんですけど、これは出国の際に必要なのでほかさないようにしてください。で本来ならここで1時間戻るはずなんですけど、ちょうど今日からチリがサマータイムに入りましたのでアルゼンチンとの時差はなしです。さあ時刻は15時44分無事首都サンティアゴに到着しました。さてそれではひとまずカバンを置きに今回の宿に向かいます。もう今すでにこの街の大都会っぷりに圧倒されてますね。高い建物かなり多いです。さあ今回宿までは地下鉄で行きます。いつぶりでしょうかね、パナマ以来ですかね地下鉄乗るの。駅に入ってすぐのところにあるこちらでチケットを買えそうです。さあ今交通カード買ってきました。このカード自体は1550ペソです。でこのサンティアゴは曜日だったり時間帯によって料金変わるらしくて、本日日曜日は760ペソらしいです。さあ今ひとまず最寄りの駅に到着しました。ここから宿は歩いて15分ぐらいです。15分弱で今回の宿に到着しました。チェックインしていきます。チェックインできました。今回8人部屋のドミトリーで2泊で 32.66 ベイドルです。ベッドにはこのようにカーテンもついています。枕元には充電できるところと手元ライトもついています。トイレとシャワーは部屋の中についています。さあそれでは本日はこれからサンティアゴの夜の街を散策していきます。真正面には綺麗なオレンジに染まった夕焼けが見られます。今宿のすぐ近くにいるんですけど、到着した時から気づいててこの辺すごいアートが多いんですよね。そのような地区なんでしょうか。この辺にある建物ほぼ全部と言っても過言ではないぐらい何かしらの絵が描かれていますね。それで割とおしゃれです。なんかこういう落書きに近いアートが多いところってちょっと治安が悪いかなと思ってしまいますけど、今のところそんな感じはないですね。歩いてる人の雰囲気も結構小綺麗な方が多いです。こんな感じで道が結構イルミネーションで綺麗やったりもするんですよね。さあ今ひとまずこの町の中心であるアルマス広場にやってきました。結構立派な作りです。今この広場内ぐるっと一周してみたんですけど、だいぶ整えられてて綺麗ですね。植物の緑も落ち着きを与えてくれます。さあこのアルマス広場の西側にあるこちらの建物はサンティアゴ大聖堂、16世紀に建てられた歴史ある大聖堂です。そして北側にあるこちらがチリ国立歴史博物館、上の時計台が目印です。そしてその隣にあるのがサンティアゴ中央郵便局、国の文化財に登録されているようです。この広場の周りですね、警察の方はいらっしゃるんですけど、微妙にマリファナの匂いがしたり、不老者がいたり、売春婦がいたりと、じゃあいいとは言えないですね。さっきぐるっと一周してる時に売春婦の方に手招きされました。今大聖堂の前では何やらショーが行われています。
今アルマス広場のすぐ近くのおそらく商店街みたいなところ歩いてるんですけど、微妙になんか散らかってますね。安全な感じはいまいちしません。そして時間も9時ってまだ早いんですけど、人通りもかなり少ないです。こんな感じですね、至る所にゴミが散乱したりしています。まあただ安全な感じがしないっていうのはイコール危険って意味じゃなくて、まあちょっと気をつけないといけないなぐらいです。別に普通にちっちゃい子も歩いてますし、携帯触りながらの人もいます。さあ今アルマス広場の近くに1個屋台があったので買ってみました。チキンですね、チキンの串刺しです。これ味はかなり濃いソースですね。ビールとかなり合うと思います。ただこれ1個問題点というか面白いのが、串刺しのくせに骨付きの肉なんですよね。すごい食べにくいです。これ後処理もめんどくさいですし、なんで骨付きのやつ使ってんのかなとは思いますね。もちろん肉の部分食べてしまったら串刺しにはできないので、こんな感じでぶら下げるしかないですね。さらに近くに路上飯がすごい並んでる場所があったので、ここでも1個買ってみます。さあこちら買ってきました。20センチぐらいある特大のチキンです。そしてチキン以外にもチャーハンもつけてもらいました。これセットで4000ペソです。チリにしてはかなり安いですね。こんな感じのご飯食べるんペルーボリビア以来なんで、すごい楽しみです。美味しそうです。これ今すべて一通り食べてみたんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。なんかペルー思い出します。懐かしいですね。熱々ってことはないんですけど、すごい味が家庭的なんですよね。今回アヒっていう辛いソースもつけてもらったんですけど、それもまたアクセントになって美味しいです。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ量多くてお腹パンパンです。美味しかったです。今宿に向かって帰ってるんですけど、それにしても人通りが少ないですね。この時間アルゼンチンやったら、こっから本格的に人が増えてくるんですけど、チリは違うんですかね。中南米の結構大きめの都市だと人通り多いところ歩くのが鉄則なんですね。そっちの方が安全なんで。ただ今回は致し方なしですね。気をつけて帰ります。いやほぼ中心中近にいるんですけど、なんでこんなに人いないんですかね。まあ人っていうか歩いてる人、みんな車とかバスとか地下鉄に乗ってるんですかね。全然すれ違いません。さあ無事宿に帰ってこれました。明日も一日この街を散策します。おはようございます。現在時刻14時30分。本日もこのサンティアゴの街を散策していきます。今日は日が出てまして、だいぶあったかいですね。半袖でもいけるぐらいです。さあ本日まずはサンティアゴ中央市場にやってきました。このチリという国は海鮮で有名でして、ここもすごい海鮮の匂いがします。でこの市場内には海鮮料理屋さんもいっぱいありますので、料理も楽しめそうです。ただですね、つい先日このチリサンティアゴにいらっしゃった方の情報によると、この中央市場より向かい側にあるベガ市場の方がおすすめとのことなので、今からそっちに行ってみます。そっちの方が美味しそうであればそっちでご飯食べます。中央市場とベガ市場の間にはこんな感じの屋外マーケットが開かれています。今ちょうどずっと欲しかった靴下が売ってたんで買いました。3足で1500ペソってめっちゃ安くないですか？さあ歩いて10分以内でベガ市場に到着しました。中に入って散策してみます。確かにこっちの方が広くて歩いてて楽しいですね。扱っている品の種類もこっちの方がかなり豊富です。今市場内歩いてて一個思ったんですけど、チリってすごいいろんな人種の方いらっしゃいますね。黒人、白人、ラテン系、アジア人、他にもいっぱいいらっしゃいます。今ぐるぐると歩き回ってようやく食堂コーナー見つけましたので、ここで食べます。今回海鮮のスープ頼んだんですけど、まずパンがついてきました。でこれはなんか赤い辛そうなソースですね。今このパン食べてみたんですけど、すごいもちもちで美味しいです。安っぽいパサパサのやつではなさそうですね。でこのソースつけてみたんですけど、ピリ辛ぐらいです。多分このチリとかアルゼンチンに食べられるチミチュリですね。そして今回市場ならではの搾りたてパイナップルジュースも頼みました。なんか果肉が入ってて美味しいんですが、味がなんかすごい薄味ですね。水っぽい味がします。さあ料理やってきました。めっちゃ燃えてます。
これですね、今回写真見てどうしようかなって迷ってたんですけど、写真以上の量が入ってます。めちゃくちゃ豊富な海鮮スープですね。ムール貝っぽいやつにエビだったり、これ何の貝ですかね、タコとかイカとかいろいろ入ってますね。まずはこのスープの部分から飲んでみたいと思います。海鮮の味がギュッと濃縮されたスープでめっちゃ美味しいです。そして熱々なんで真冬に飲みたかったですね。まあ今でも美味しいです。一番濃い味を出しているのは貝ですね。貝の味が強いスープです。今上の具材も食べてみたんですけど、コリコリで熱々で美味しいです。で海鮮食べるの多分リマでセビーチェ食べて以来かな、なんでめっちゃ美味しいですね。やっぱりどの国も肉料理の方が多いので、こういう海鮮料理は非常に貴重です。レモンを入れるとですね、海鮮の臭みがなくなってさっぱりしてより食べやすくなります。今食べ進めていったら魚の切り身も入ってました。もう海鮮尽くしですね。さあ今ちょっとバスターミナルに用があったので行ってまして、時間が空きました。昼間のアルマス広場はこんな感じです。日が出てる間は人もかなり多くてですね、安全な感じがします。夜とは全然雰囲気違いますね。さあそれではですね、これからサンクリストバルの丘というところに登ってこの街を見渡したいと思います。今ずっと丘に向かって歩いてたんですけど、ふと東側前を見たらアンデス山脈が見えました。街中からこんな綺麗に見えるんですね。ちなみに今から登る丘はこの前にあるやつです。上にキリスト像が立っています。ここ一応上まではケーブルカーでも行けるようなんですけど、営業がどうも終わってしまったようです。まあただ歩いても1時間かからないはずなんで、 Google マップによると。なんでまあのんびり歩いて日の入りは見たいなと思ってます。あと1時間ぐらいです。途中まではコンクリートやったんですけど、途中からは未舗装の道になります。まあまあな坂道です。これ横に咲いてる黄色い花の菜の花ですかね、チリ入ってからよく見かけるんですけど、すごい綺麗です。さあなんやかんや歩いてたらもうすぐそこですね。意外と近かったです。さあなんとか日の入りには間に合いました。こんな感じの景色です。ご覧ください、この西の空。少し曇ってしまっているのは残念ですが、綺麗なオレンジです。こんな綺麗なところはカップルばっかりですね。私みたいに一人で旅してる人はほとんどいません。そしてですね、夕日とは反対側、東側も綺麗な景色が見られます。堂々とそびえ立ってるアンデス山脈ですね。まあこちら先ほど地上からも見えましたけど、上から見ると建物の比較でより迫力を感じます。さあそれではもう暗くなりきる前にこの丘を下りたいと思います。ここ多分夜景もすごい綺麗だとは思うんですけど、真っ暗な道下るんは怖いんでもう降りてしまいます。画面上では結構明るく映ってると思いますが、この辺街灯一本ない真っ暗な道です。さあ本日も無事宿まで帰ってきました。明日はサンティアゴ近郊の有名観光地バルパライソという町に向かいます。おはようございます。現在時刻11時17分です。本日は昨日言ってた通りバルパライソに向かいます。バルパライソは世界遺産に登録されている人気の観光都市です。さて今地下鉄に乗ってターミナルにやってきました。今回使うのはこちらのトゥルブスという会社です。チケットは一応前日に来て予約したんですが、別に前日じゃなくても結構な本数が出ているので当日でも大丈夫だと思います。で今回買ったのは往復チケットです。片道より若干安くなります。今回乗るバスは出発の4分前にやってきました。今回座席は一番前のパノラマ席です。時刻は13時46分です。無事バルパライソに到着しました。ターミナル出てすぐのところ、屋外マーケットが開かれています。
ここ買い物カートに鶏が入れられてますね。すごい光景です。このマーケット活気があっていいんですけど、ところどころマリファナの匂いするのがちょっと気になりますね。今歩いてたらアルゼンチンチリ名物のエンパナダス売ってたんで1個買ってみます。さあ今とりあえず買ったエンパナダスを食べるために広場にやってきました。ちょっと読み方わかんないんですけど、オイヒム広場っていうんですかね。さあこちらエンパナダスで、チリ入ってからずっと思ってたんですけど、チリのエンパナダスってアルゼンチンのやつより結構大きいんですよね。これ15センチくらいあります。今一口食べてみたんですけど、だいぶ美味しいですね。外の皮はカリカリで、中の肉は割とジューシーです。玉ねぎだったりオリーブが入ってますね。そしてあと焼きたてで熱々ですし、あとボリュームがあるので中にはたまりそうです。食べ進めていったゆで卵も入ってました。かなり具沢山です。さあそれではターミナル付近からちょっと離れたこの街の中心地に歩いていきます。今このバルパライソかなり日差しが強くて暑いです。ただ海の近くなので風はあります。ここ海沿いなんで津波から逃れるルートの看板もあるんですね。大通りはこんな感じでヤシの木が並んでいて綺麗です。そしてさっきの道から北に1ブロック行くだけでも太平洋が見えます。さあただいまようやく中心地に到着しました。こちらソトマジョール広場というところです。そしてこの広場の向かい側には何やら巨大なモニュメントが建てられています。今日は火曜日なんですけど、このソトマジョール広場ではいつもこのような出店が出ているんでしょうか。なんかアクセサリーだったりキーホルダーとか売られてるんで、お土産はこの辺で買えそうですね。正面のこの水色の建物、アルマーダでチレ、チリの軍隊の建物です。最初これ見た時スロバキアの青い教会みたいな宗教的なものかなと思いましたが違いました。さあこのバルパライソという街はですね、丘の斜面に家が立ち並んでいるところが見どころの一つになっています。先ほどのソトマジョール広場からもすぐ行けるので今からそこに向かいます。さあもうソトマジョール広場からすぐにこのように坂道が始まります。これ画面上で伝わってるかちょっとわからないですけど、結構な急斜面です。でこの坂の道は結構アートが多いですね。さあここは丘部分の見どころの一つ、7色の階段です。なんかすごいおしゃれですよね。これ質素やったらちょっと一瞬スラム街なんかなとか思っちゃいますけど、ここまで綺麗に装飾されていると観光客も嬉しいです。そしてこの階段途中には普通にカフェとかもあります。ここですね、結構歩いてて楽しいですね。さまざまな種類のアートがあるので飽きません。なんかアートされていない家の方が珍しいんじゃないかっていうぐらい、ほぼ全部の家に何かしらが描かれています。なんとここには日本語も書かれています。何もないらそうです。今いるところはセロアレグレっていうところなんですけど、この辺アイス屋さんだったりカフェが立ち並んでいます。なんかここアート以外に普通に建物がおしゃれですね。なんかこの丘あんまり展望台っていう展望台がなくて海が見られなかったんですけど、ようやく開けたところに来ました。こちら太平洋です。最後に海を見たのが確かペルーのリマのはずで、もう2ヶ月以上見てませんでした。すごい久しぶりです。さあこの丘を毎日毎日市民が登るってしんどいですよね。そんな中で開発されたのがケーブルカーです。この街にはいくつかのケーブルカーが走っています。今いるのはコンセプシオンっていう名前のケーブルカーなんですけど、1883年に作られたんでしょうか。ここは歴史があるのか結構作りもレトロな感じです。上り下りともに300ペソとかなり安いですね。で支払いは下のみだそうです。さあせっかくなんで乗ってみました。すごい狭いボックス型のケーブルカーです。ご覧の通り下の駅はすぐそこなんですが、斜面はかなり急です。さあもう今1分もかからないぐらいで下に降りてきました。今もバルパライソのターミナルの方に向かって歩いてたんですけど、今普通に路上で鼻から吸う方の薬やってる人いましたね。
さあ途中休憩したりのんびりしながら歩いてきて、ようやくバスターミナルに到着しました。今回サンティアゴで買った往復チケットの帰り分ですが、行きの時点では帰りの時間はまだ決めてませんでした。なので今窓口に行って時間を確定させて席も決めました。時刻は20時37分、無事サンティアゴに戻ってきました。後付けのバシです。本当はここで終わるはずだったのですが、最終的に次の動画と合体させることにしました。なので若干文言などが変になっているかもしれませんが、いつも通りお楽しみください。現在時刻は21時ちょうど。本日は首都サンティアゴから南部の町プエルトモントというところに向かいます。プエルトモントはチリ南部パタゴニア地方の玄関口となる町です。海鮮料理が有名です。さあもう今すでにバスターミナルにいますので、あとはバスを1時間ほど待つのみです。チケットは前日にターミナルに来まして、このプルマンバスという会社で取りました。12時間ほどの長旅なのですが、1万8000ペソかなり安いです。チリ国内のバス移動であればアルゼンチンとは比べ物にならないぐらい安くで移動できます。さあ出発予定時刻の5分前に今回のバスがやってきました。今回のバスは2列1列で、私は1列の方の席です。座席の横幅も広いですし、シートピッチもかなり余裕があります。さあ帝国より10分ぐらい遅れて出発です。時刻は10時23分、無事プエルトモントに到着しました。でですね、さすがに南に来たこともあってかなり寒いです。風も強いですね、海沿いなんで。ここ最近春が近づいててちょっと暑いなと思う時もあったんですけど、ここはまだ真冬並みの寒さです。で今回もともとも今日の夜に次の町に夜行バス行こうかなと思ってたんですけど、さっきターミナルで確認したそんなに都合のいい時間がなかったので、ここで急遽一泊することにしました。1個念のため目星をつけといたホステルがあるので、今からそこに向かいます。さあひとまず目当てのホステルに到着しました。ちなみに今回の宿は6人部屋のドミトリーで1泊で 16,300 ペソです。ブッキングドットコムの表示よりも安かったです。トイレとシャワーはベッドについてまして、シャワーはまさかの固定ではありません。今確認したら14時半まで入れないっぽいんで、もう先にこの街散策してしまいます。さあ今まずこの街の中心の広場、アルマス広場にやってきました。ご覧の通りかなり質素といいますか、こじんまりとしたところです。まあこの町見どころという見どころがほとんどなくてですね、最初に言ってた海鮮料理ぐらいしかありません。でその位置は結構離れてますので、そこに向かいながらこの町ブラブラしていきます。まあ見どころがほぼないとは言いましたが、この町自体はそれなりには整っています。何もないわけではありません。なんかすごいおしゃれなカフェが多い町ですね。このマクドの建物の作りとかすごいおしゃれじゃないですか。こんな感じの立派なショッピングセンターもあります。今市場に向かってブラブラ歩いてるんですけど、この街ちょっと寒すぎますね。まあそもそも私自体が極寒地帯に来たのが1ヶ月ぶりぐらいなのかな。で体が慣れてないですね、まだ。この先まだ南に下ってもっと寒いところに行くので、今の時点ですでに心配です。さてようやく今回目当ての市場、アンヘルモ市場に到着しました。なんか想像していた市場とは全然違います。かなりおしゃれな建物が多いです。やっぱりこの町一番の見どころなんで、一番力入れられてるんでしょうかね。市場の隣はもうこのようにすぐに港になっています。そしてご覧ください、ここの海すごい透き通ってて綺麗です。建物の中入ってみたんですけど、この市場見どころの一つ、サーモンがいっぱい売られています。すごい、海外でウニってなかなか見ない印象がありますが、売られています。ここ2階部分はレストランがいっぱい並んでます。どっか入って昼ご飯食べたいと思います。さあ今回いろんな料理を楽しめるメニューにしてみました。これペブレっていうトマトとかが入った海鮮のソースらしいです。でこれがサーモンのセビーチェ、これがなんかエンパナダスみたいなやつですね。で飲み物はチリのお酒であるピスコサワーです。これもついてきました。今一口飲んでみたんですけど、すごいレモン味のするお酒ですね。アルコール度数かなり強そうです。であんまりいっぱい飲めるようなお酒ではなさそうなんで、このちっちゃめのグラスで助かります。さあまずはこのペブレからいただいてみます。これ食べてみたんですけど、もしかしたら海鮮じゃなかったかもしれません。玉ねぎ、トマトとか酢が効いた酸っぱめのソースですね。
続いてサーモンのセビーチを食べてみます。こちらもピスコサワーと同じでペルー人はペルーのものと言いますし、チリ人はチリのものと言います。このセビーチもしっかりとレモンの酸味が効いてて美味しいです。サーモン自体もそれなりには噛み応えがあって美味しいですね。ただ個人的にはここで比較するのはどうかとは思いますが、ペルーのセビーチェの方が好みです。さあ続いてこのエンパナダスみたいなやつですね。まあエンパナダスではないようなんですけど、何なんでしょうかこれは。今これ食べてみたんですけど、普通の脂っこいパンみたいな、揚げパンみたいな感じですかね。なんかふわふわなんですけど、美味しくもないですね。別に普通です。さあ続いて今回のメイン料理、パイラというスープがやってきました。もう匂いからすっごい海鮮の匂いがします。そして中にはいろいろ貝などの具材が入っていますね。スープ自体は熱々ですし、海鮮の濃縮された味プラスバジルのような味がします。すごい塩気があって喉乾くような味ですが、まあ美味しいですね。これほんと外がめちゃくちゃ寒いので体が温まります。今貝1個食べてみたんですけど、コリッコリです。めっちゃ美味しいです。でずっと気になってたんですけど、このオレンジのやつは何なんでしょうね。ちょっと食べてみます。なんかチョキみたいな形してるんですよね。食感的には何かしらの貝みたいな感じなんですが、噛み応えは肝のようですね。コリッとはなりません。ごちそうさまでした。今の料理結構量が多くて大満足です。さあ今回このプエルトモントにはまだ半日もいないですが、海鮮好きにはすごいおすすめできる小さな町です。まあ首都サンティアゴからちょっと遠いですが、時間のある方はぜひここにも来てみてください。さて次の目的地はまたアルゼンチンに戻りまして、バリロチェという町です。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。いいねやコメント、そして少しでも動画が良ければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。